トメン、テニスチャンネルトメンです。 MJ です。はい、今回 MJ が担当します。はい、今回はフォアハンド振り遅れない方法について解説したいと思います。いいですね。最近ね、シングルスと MJ が結構頑張ってますから。まあ、そうですね、はい、自分が思う部分もあるし、まあ、実際レッスンで、言わせてもらってる部分もあるし、うん、まあ、振り遅れるって結構永遠の課題であったりもするじゃないですか。そうですね、まあ、そういう部分をね、解説できたらいいなと思います。はい、はい、で、ちょっとお知らせが、はい、こちら、僕がつけておりますオッポさんはですね、はい、でウィンブルドンもうすぐ始まるじゃないですか。7月始まるじゃないですか、はい、うん、でウィンブルドンの、アジア最初の公式パートナーということで、オッポ様がね、なるほど、はい、ですので、ちょっとカンマーとかも出てるかもしれないんで、なるほど、要チェックでよろしくお願いします。なるほど、わ、はい、かりました。はい、じゃあレッスンやっていきましょう。お願いします。お願いします。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい、フォアハンド、振り遅れない方法ということで、まず一つ目です。一つ目は、打点はおへその延長で取るようにしてください。ストローク、ボレーもそうなんですけど、全般に言えるんですが、打点っていうのは基本的におへその延長、バックハンドもおへその延長、ボレーもそうです。ボレーもこうセットして当たるとこ、おへその延長になります。バックボレーも一緒。基本的に打点というのはおへその延長であるようにしてください。で、このおへその延長を外してしまったとき、まあ、後ろ側に外してしまったときですね、これが基本的に振り遅れてしまう原因になってくるので、それをまあできるだけ回避するというか、まあ、例えば打点前の方で捉えてるんですけど、おへそが先に先行してこう回ってしまっている状態、回ってしまって打点はこのおへその延長より外れてしまっている状態になると、これも振り遅れてしまう状態になってしまっているんで、そういう場合はやっぱりもうちょっと打点前になっておへその延長で、言うたら上半身が先に先行しすぎるとおへその延長から外れてしまうんで、まあ、振り遅れてしまうっていう原因になります。逆に言ったら、体ぐーっと回ってても打点が少しもうちょっと前になれば、ちょっと力は抜けてしまいがちになるかもしれないですけど、振り遅れるっていう状況にはならなくなるんですよ。だから振り遅れるっていうのはどういう状態なのか、どこで捉えてる、おへそからどう外れてるかっていうのを、頭に入れておけば、あ、こういうここで捉えてたなとか、まあ、修正しやすいかなって思います。意識としては常におへその延長、後ろからしっかり見えてる状態ですよね。おへそが先回っちゃうと多分見えにくくなると思うんで、そういう状態でボールを捉えてもらえたらいいかなって思います。ちょっと実際打っていきます。ここですよね、おへその延長。打点が高くなっても基本的には高さは変わるんですけど、前後は変わらないですからね。高さは変わりますけどね、高さが変わるのはあんまり関係ないですからね。おへその延長っていうのは一緒。パーンってことは、打ち出す、打つときに先におへそが回ってしまうと、これもパッと自分から外してしまってるんで、おへその延長外してしまってるんで、振り遅れる原因になるんで、できるだけ上半身、おへそのあたりっていうのはちょっと打つ瞬間までは残してあげる方が、いいかなって思います。まあ、実際プロの分解写真とか見てもらったら、パーンってこういう風になってるんですけど、これは多分意識的にこうなってるんで、プロもおそらく意識はここはしっかり体幹をキープして残してる。でもその分こうやっぱり力がグッと加わるからこういう状態になるだけであって、意識的にこうしてるわけではないです。ですので意識的にはしっかりおへその延長でボールを捉えようってしてもらう方がいいかなって思います。はい、2つ目です。2つ目は、ラケットを自分の前側、体の前側で扱ってもらいます。体の前側、今立てます。こっから向こう側が前側とします。こっち後ろ、このラケットの、まあ、先ですよね、ラケットヘッドが自分の後ろ側に行ってしまうと、これ振り遅れる原因になります。まあ、単純に振り出していくまでのインパクトからラケットテイクバック振り出していく、この幅が大きくなりすぎて、単純に体がこう開いてしまったり振り遅れる原因になるので、これを自分の前側でラケットを扱う、前側で扱う。でもう一つ言えば、ラケットの先っていうのは
まあ、面のあたりですね、面のあたりというのはあまり動かさずにグリップがぐーっと動く形を作れたらよりコンパクトに、まあ、パワーも出していけるんで、こういう動きっていうのは肩甲骨視点になっていくんで、テイクバックは小さいんですけどパワーは大きく生まれるっていう状態になるんで、これが先が動いてしまうと、こういうふうに先が動いてしまうと、まあ、肘だったり、まあ手首だったり視点になってしまって、ちょっとパワーが小さくなってしまうんで、できればこう、まあ、ちょっと肘のあたりもゆとり、脇のあたりゆとり持たせてあげて、こう肩甲骨から視点でこう振り出してもらえると、より大きいパワーが出せる、小さい力で大きいパワーが出せるかなって思います。ちょっと実際やってみます。肘視点になってラケットの先が動いてってなると、スイングも小さくなってしまいますし、まあこれまたこう力を出そうとしてグッと体を回して振り遅れてしまう原因になる。これがまたこう自分の後ろ側に行ってしまったら、もう余計にめちゃめちゃ打点が近くなってしまうんで、まずは前側、自分の前側で扱う。 できればそこから肩甲骨視点でラケットを扱っていく。ラケットの面のあたりがあまり動かずにスイングしていく。ラケットの面が大きく動いてしまうと、ちょっと振り遅れたりパワーを出すのがしんどくなります。ですのでラケットの面は常に自分の、まあ、顔の横、前側外れないようにで、あたりにキープしておく。それをちょっと意識しながらスイングできると、うまいこと肩甲骨でボール飛ばせるかなって、振り遅れるっていうのも減ってくるかなって思います。はい、最後3つ目です。3つ目は体の上下っていうのを少なくします。体の上下ってやっぱり足の力使っていきましょうってよくまあ僕らでも言うんですけど、この上下の力もちろん使えばめっちゃパワー出るし回転もかけやすいしいいんですけど、やりすぎてしまう、上方向に力を使いすぎてしまうと、これ目線がこうずれてしまうんで打点もちょっとずれてしまうんですよ。で体もちょっと開きやすくなってしまうんですよ。これ振り遅れる原因になるんで、で結構ガシャるのが多いな、フレームショットが多いなとか、なんか力伝わらへんなとか、ボールあんま飛ばへんなっていう方は、まず1回両足踏ん張ったままボールを打ってもらう練習をしてもらったらいいかなと思います。実はこの足の上下の動きが原因になっている可能性があるんで、ちょっと実際やっていきます。もちろん使ってうまいことミートできたらいいボールは打てるんですけど、それが使いすぎてしまうと、あ、なんか力飛ばへん、伝わらへんなっていう風になってしまいます。そういう場合は少し踏ん張った状態でボールを打っていく。両足どしっとした状態でボールを飛ばしていく。こうすると目線のブレが少なくなるんでミート率っていうのが上がります。で、体の開きっていうのも少なくなってくるんで振り遅れるっていうのも抑えられるかなって思います。そこから徐々に上っていうよりも斜め上に力を使っていく。斜め上に力を使っていく。上に使いすぎるとやっぱり目線が大きくずれたり体が開いてしまうんで振り遅れます。これを徐々に斜め上に力を使ってもらうことによって、うまいこと目線のブレも減らして上方向の力も使うことができるんで、あまりこう 上にギューンと伸びすぎない、体の上下が大きくなりすぎないっていうのを意識してもらっていいかなって思います。高評価、コメント、よろしくお願いします。